ステーンベルヘンの戦いは、オーストリア継承戦争中の1747年7月24日、フランス王国軍によるネーデルラント連邦共和国のステーンベルヘン、要塞への攻撃。攻撃は1747年7月12日に、フランスのレーベントアール伯爵が始めたベルヘン、オプゾーム行為戦の一環であった。その前には、共和国領フランドルが、 すでに占領されていた。ベルヘン、オプゾームが陥落したことでステーンベルヘンの包囲は、解かれた。ステーンベルヘンは、西ブラバンと洪水線の一部であり、当時は4から5本の道があって、騎兵約150名が駐留していた。同市は、水門と東門と2つのゲートがあった。ステーンベルヘンは、またホルインが6つ建てられている城壁に囲まれており、 その外周には深く広い水道が、ステーンウェルセフリート川から流れていた。他には、ラブリン2カ所、各補と、関西1カ所ずつがあった。ステーンウェルヘン自体の駐留軍は400人であったが、西ブラバンと洪水戦全体では、約1000人が駐留していた。そして、ベルヘン、オプゾームが包囲されたことで、近隣のステーンウェルヘンも包囲を受けることとなった。レイベンタル伯爵は、 ベルヘン・オップ・ゾームで、おびただしい損害を出していたが、7月24日に、突如突如、ステーン・ベルヘンへの攻撃を命じられた。彼は、命令に従って一個大隊と騎兵をステーン・ベルヘンへ派遣した。攻撃の目的は、オランダ軍の連絡船を立つことにあった。ステーン・ベルヘン中流軍の指揮官、リンデン・ファン・ブリッテルス・ワイク・卿は、激しい砲撃戦を戦って、 ステーンベルヘンを守った。フランス軍は続いて、ベルヘン、オプゾーム近くにある、カークインデポートの防御線を攻撃しようとしたが、失敗した。フランス軍は、台車13台で、戦勝者をブレダへ運んだが、いずれも満員であり、そのおびただしい損害を示していた。レーベンタールは、死者を埋蔵するために停戦を提案したが、彼は、 ステーンベルヘンを包囲したわけではなく襲撃したため断られた。ベルヘン、オプゾームはその後9月16日に強襲されて陥落したがフランス軍は2万人以上の死者を出し一方守備軍も6000人が戦死した。ベルヘン、オプゾームの陥落直後フランス軍は規律を失い街を略奪した。略奪は結果的には フランス軍が戦意を失うきっかけとなった。というのも、要塞の包囲に成功しても、略奪ができなかったためである。そのため、ステーンベルヘントブレダの包囲は放棄され、フランス軍はベルヘンオップゾームに沿って、南側に防御線を設け、東映に入った。ありがとうございます。